It's like a stranger on a street in a dark. It's like a nightmare, nightwalker, walking bump. Just follow my lead, follow my soul. It's like a nightmare, nightwalker, walking bump. レッド、ブルー、レッド、ブルー、ブルー、ブルー。本当に悔しい気持ちでいっぱいです。ほのかが帰ってきてみんなで本当に勝利をつかみ取りたかったですし、僕たち自身も2021シーズンの時からやらせていただいてるこのバーレスク調だったりとかっていうものをベースに作っていたので、すごく思い入れのある作品になったので、その作品でその勝利できなかったっていうことは本当に悔しい気持ちでいっぱいです。残り2ラウンドはですね、やはり自分たち自身が一番表現したいこと、そしてこのシーズンを通して何をやりたかったかっていうのを自分たちが最大限に表現できるようにしたいなと思っております。レッド、レッド、ブルー、ブルー、ブルー。ジャッジ3対3によりドロー。ナウナナナナナナナ。ラウンド8でディレクションしてくださった引崎さんがラウンド10ではダンサーとして出演してくださって、海洋プラスチック問題というとても表現するのが難しい作品のキーパーソンとなってくださって、作品をこうより確固たるものにしてくれました。ラウンド10を経てアルトリはまたたくましくなったのかなと思います。昨シーズン最下位で絶対来シーズンはアルトリ出てやろうってみんなで話しても決意して、でも一回負けたらおしまいぐらいの立場にいるので絶対負けられないですし、その作品自体も妥協できないですし、当たり前なんですけど、でもその今できるベストっていうのを毎日毎日こうみんなで模索しながらやっていってるので絶対行きたいですね。ライフルアルトリズムの皆さんは自分たちの強みを分かっていらっしゃって、自分たちがやりたいことを貫いていらっしゃるっていうイメージがあって、いい作品であり勝てる作品を作られるのが上手だなと思っています。今回はですね、りんなちゃんがメインになっておりますので、りんなちゃんがメインということはどういう作品なのかっていう感じになっております。3シーズン全部含めてモノリスとして初めての SP ダンサーを2名起用させていただきました。2名の方が僕たちの世界観を本当に広げてくださいますので、ぜひぜひ楽しみにしていただけたらなと思っております。いつもベネフィットモノリスを応援してくださる皆様本当にありがとうございます。僕たちが勝利している姿っていうのを皆さんに本当にお届けしたいですし、そこに対して本当に申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけれども、このシーズンも残り2ラウンドということで、もちろん勝利にもこだわりつつも、僕たちベネフィットモノリスとしてこの D リーグに何が残せるのかというのをですね、一番に考え、僕たちの大切なものをしっかりと浸透させつつ作品を作り上げていきたいなと思っておりますので、ぜひぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。ベネフィットモノリスさんは作品のアート性に加えてその踊りの身体性っていうのもめちゃくちゃ高いので、アルトリーみんなもそうですし、僕自身もめちゃくちゃ好きなチームの一つです。そしてあとは舞台上で踊ってるメンバーの皆さん一人一人が本当に美しくて上品な方たちだなっていつも思いながら見させてもらってます。ラウンド11のテーマはリッチです。心の豊かさっていう意味
リッチって聞くとその最初お金持ちだったりそういった言葉が連想されると思うんですけど、豊かさっていう意味もあって楽しかったこととか嬉しかったこととかそして挫折だったりとかそれらを経てこう毎日一生懸命生きていくことで僕たちはその小さな幸せを見つけることができていくと思っていて、そういった人生の豊かさっていうのをこう培っていくことでこう人間はよりこう楽しく生きていけるよっていうことをこの作品を通して皆さんに楽しんでいただけたらなと僕たちは思いながら作品作りに心を込めて取り組んでいます。いつも応援ありがとうございます。今回の作品も楽しみに待っていてください。そして季節の変わり目なので体調にはお気をつけて、また会場配信でお会いしましょう。